大釈天は仏教の守護神である天部の一つ。天主大釈、天帝、天皇とも言う。バラモン教、ヒンドゥー教、ゾロアスター教の武神で、筆体と条文にも見られるインドラと同一の神。妻はアシュラの娘であるシャチー。梵天と一体の像として表されることが多く、両者で梵尺とも言う。尺筆下げ、官員とも記載される。 大釈天と、梵天大釈天の名は、インドラの名前のシャックローデーバーナーンインドラ派のうち、ソクラをシャクと音訳したものに、デバを天と意訳して後部につけたし、インドラを帝と意訳して冠したもの。本来のインドラ神は、アシュラとも戦闘したという武勇の神であったが、仏教に取り入れられ、浄土を前から釈迦を助け、またその説法を弔問したことで、 梵天と並んで仏教の二大五宝全身となった。四天皇などを廃下とし、趣味山の頂上、通り天の全県上に住むとされる。インドにおける仏伝図形においては、釈迦に従う大釈天の様子が描かれることがある。涅槃ン教巻33や大地泥巻56には、大釈天が人間だった頃の名前は、屍猫であると説かれている。かつて昔に、 マガダ国の中でなお、マトギ、聖をオシカバネカという、福徳と王子へあるバラモンがいた。彼には、知人友人が32人いて、共に福徳を修して明従して、趣味さんの頂の第二の天井に生まれた。マトギバラモンは天主となり、32人はスケミ大臣となったため、彼を含めた33人を33天という。これゆえに、釈迦仏は、 彼の本名である、屍かと呼ぶという。また、このために、彼の妻、シャチーを、屍か夫人と呼ぶこともある。日本では頭上に宝たぶさを結び、大衣や天移を着た、二肥像、立像、あるいは白像に乗った状態が多い。手には、混合書や連携などを持ち、着衣下に甲冑をつけることもある。密教においては、一面二肥で奉還をいただき、 体には甲冑をつけ、手には特古書を持つ例が見られる。当時行動の三角尺天繁華像。日本最古の依存例は、法隆寺の玉虫寿司に描かれた、蝉木キ下図に見られるものである。当時の食堂には、梵天、大尺天の素像が安置されている。東大寺北家堂には、間室作りの梵天、大尺天像がある。東小大寺近堂には、梵天、 大釈天の木像が見られる。京都、当時行動には、密教系の白像に乗った木像が安置される。日本においては、更新の日を縁日とする。など多数。ありがとうございます。